説明や解説が必要なら私に任せてください。ミレニアム学園、音瀬こたま先生の声が聞こえたのでここに来ました。本の中の物語のように私たちの物語が始まります。説明や解説が必要なら私に任せてください。説明や解説が必要。これニコさんの格好だよ。え、コスプレ？違ってば。れっきとしたアルバイト。会えて嬉しい先生。ミレニアムの力を先生に見せてあげる。試練が怖いとき、私を呼んだのは先生か。お会いできて嬉しいです。先生はどんなアイスが好きですか？ミレニアム学園、音瀬こたま先生の声が聞こえたのでここに来ました。ミレニアム学園、音瀬こたま先生の声が聞こえたのでここに来ました。これからいろいろとよろしくお願いしますね。はい、それはもういろいろと。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。
ごきげんよう。小さいからって舐めないで。自警団任務の延長ですね。じゃーん、ついに。ごきげんよう。本の中の物語に。小さいからって舐めないで。怒ってないから。こんにちは、王のつくよです。一応忍術研究部の部員で、よろしくお願いします。ごきげんよう。こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。こんにちは先生、トキです。潜入用衣装に身を包んだエージェントとしての真髄お見せしましょう。ミレニアム学園、音瀬小玉。先生の声が聞こえたのでここに来ました。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。怪我をされた方はいらっしゃいます？小さいからって舐めないで。給食部の風花です。自警団任務の延長ですね。夢かと思った。怪我をされた方はいらっしゃいますか？救護騎士団団長、青森美音と申します。救護が必要な方はどちらでしょうか？ごきげんよう。怪我をされた方はいらっしゃいますか？はあ、どうしてこんなことに。まあこうなった以上やることはやりますよ。メイドにジョブチェンジしてもアリスはアリスです。見ていてください先生。